どうも、ドズルです。はい、今日もね、100本ノックやっていきたいと思います。今日3本目ですね。1本目が前回、そして2本目昨日が星2つということで、今日はね、星の数、なんとなく予想がつきますね。はい、ということで、頑張っていきたいと思います。結構ね、アドバイスとかもたくさんいただいておりまして、いろんなことをね、いろんな意見を交えながら成長していきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。クエイクとジャンプに関してはね、昨日も言ったようにクエイクを使っていこうと思います。やっぱりジャンプだとどうしても合流型、アーチャークイーン合流型だとね、あんまり相性良くないかなと個人的には思っているので、クエイクを使わせていただきます。はい、ということでやっていきましょう。さあ今日もですね、ルールは同じ。アーチャークイーン、そしてバーバリアンキングがしっかりいるベース、インフェルノタワーがレベル3以上で、レベル3以上っていうかレベル3で、他の施設もそこそこレベルが高いベース、こちらの方に攻めていきたいなと思っております。お、これいきなり来た。アーチャークイーンもいます。バーバリアンキングもいます。インフェルノは、33で、ここ行きましょうかね。マルチ陣ここ落としたいですね。どうアプローチしていこうかな。これはエアースイーパーの位置ちょっと気をつけないといけないですね。エアースイーパーがこうやって外にあるときは結構押し戻されちゃうんで、エアースイーパーの範囲に入った瞬間持ってかれます。あれ、エアースイーパー一つ見失った。どうしようかな。ここはマーチャークイーン突入させたくないけど、こっから行きます。壁開けを、そうだな、このあとちゃんと3時方向に流れてくれるか。ちょっとこれ時間が厳しいかな。どうだろう。よし、3時方向一応壁開けしましたが、ちょっとアチャクイーン流れてしまいがち。これこのままどうしようかな。お、援軍出てきた。これホグライダーか。ちょっとレイジ使います、ここで。厳しいな。よし、壁開けてこっちからゴーレム。ちょっとこれビジョンが見えない。アーチャークイーンでゴーレム2体入れての、じゃあ行きましょうかね。ババキンの、よし、どうだろう。ここでヒーリングいきます。奥はフリーズ、ちょっとフリーズ貯めた方が良かったかな。で、まあいいや、ジャイアントがいい感じに。よいしょ、どうだ、悪くない。アーチャークイーンが後ろから、いいねいいねいいね。ちょっとね、当初の予定はアーチャークイーンを12時から3時に回す方法、3時に回す予定だったんですが、当初の予定とだいぶ違うけど、まあ悪くない悪くないけど、時間があと1分。残るユニットたちはちょっとアーチャークイーンのみかな、火力的には。このバーバリアン2体をうまく使っていきたいですね。戦力的にはね、全く問題なさそうです。戦力的には多分時間さえいけば。あー、スケルトントラップ出てきちまった。嘘だろ。いやー、ここで壁殴りか。あ、しかも、厳しい。ここ施設がないからね、ウォールブレーカーここ開けてくれないんですよね。さあ、ちょっと時間が残り30秒。惜しかったな。ちょっと厳しいかなといったところ。ここ開けときますか。ここ一応開けました。でも時間的にちょっと厳しいかな。奥までは多分行かないでしょうね。いやー、惜しかった。序盤がね、ちょっとね、序盤全然違う方向に行ったんですよ。でもうまくリカバリできたかなと思ったんですが、ジャイアント
出しすぎましたね。ジャイアント、ウィザードットに向かって、ちょっともう一回反省しよう。ごめんなさい。91% で終了しました。ちょっと今から反省していきたいと思います。ちょっとね、今のは言い訳いっぱいできる。言い訳いっぱいできますよ。とりあえず、まずアーチャークイーンを12時方向から出したことが正解だったかどうか問題についてちょっと見ていきたいと思います。このベースね、ちょっと攻めたことない形ではありましたね。中が結構狭いんですよ。中っていうか一番中心部じゃなくて、その一個外がね、結構狭いんですよね。で、結構四隅にこうやって施設を固めてあるようなベースでした。アーチャークイーンちょっと流れる心配もあり、そうですね、ちょっと甘かったかな、こっちが先だったかな、二次方向の施設を先に少し削るべきでしたかね。この後このままこっち行くと思ったんですけどね、このまま三次方向に流れてくれるかなと思ったんですが、ここで大砲に向かいました。そうだな、でもここを後から見返すと、まあこっちに流れて当然かなというところです。ここでレイジを一発、これホグライダー結構火力あるんでね、レイジかもしくはクロークは必ず必要だったと思います。で、レイジのオールブレーカーで壁を開けて、で、ここで、この段階で、インフェルノタワーのターゲットを取りたかったので、ゴレ部隊出していきましたね。このタイミングは別に悪くなかったんじゃないかなというところです。これもうちょっと遅かったらね、アーチャークイーン孤立してたんで、まあ、かなり、場所としては違うんですが、だね、ゴーレムここ2体じゃなくてもよかったな、こっちからゴーレム1体でもよかったですね。ゴーレム2体こっちから出したことで、シングルインフェルノのターゲットをゴーレムが取ってしまったんですよ。こっちからゴーレム1体、こっちからゴーレム1体で、で、ジャイアントガーって流し込んでもよかったかな、というところですね。まあでもこのゴーレムたちの役割って、ぶっちゃけここの施設を削って、ジャイたちをこう流すことなんですよね。ただ最低限の役割は果たしてるっちゃ果たしてるかな、というところです。ちょっとジャイの無駄遣い、ジャイじゃない、ゴーレムの無駄遣いはしているものの、まあ、役割は果たしてますね。で、この前アドバイス、おっと、ごめんなさい、バッテリーの量。この前アドバイスいただいたように、ヒーリングをかけた後にフリーズを打ちました。こうすることで、フリーズヒールよりも、ヒールフリーズの方が回復量がね、増します。多分。この前アドバイスをいただきました。はい。で、インフェルノタワーを後ろからアーチャークイーンが破壊してくれて、で、この段階でね、もうちょっとジャイアントが結構やられちゃってるんですよね。ここでもうちょっとジャイアントがね、生き残っていて、ウィザードがこのジャイアントたちの後ろに付きまとっていれば、結構ね、時間の問題はなくなるんですが、この時点でまだあと1分ありますもんね。惜しかったな。そうですね、すべてはやっぱり、ここでゴーレムが一体やられちゃったことかな。そうですね。はい。そこを見誤りましたね。しっかりシングルインフェルノに対して、こっちがゴーレム1体、こっちにゴーレム1体で流し込んでれば、シングルインフェルノのターゲットをジャイで早めに取って、っていう展開が良かったのかな。どうでしょう。皆さんコメントでね、またアドバイスをいただければなと思います。ということで、あと 9%。結構ね、やっぱ時間との勝負にもなってくるんで、結構この前アドバイスで先に壁を開けた方がいいと思いますだったり、いろいろね、アドバイスいただいたんですけど、結構時間のことも考えなくちゃいけないということでね。そうだな、そうですね。はい、わかりました。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。今3分の1でしょ、全開率が。3分の1。次こそは、全開取れるよう頑張っていきたいと思います。まあでも、カンストベースにね、だんだんこうやって、全開が見えるようなアタックをね、コンスタントに取れるようにはなってきたので、このままね、いろんなことを学んで、どんどん全開、生んでいきたいなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わって、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。